3位、3位入賞おめでとうございます。いや、良かったです。今回は、ね、SS 以外はすごい楽しく始めたんで、はい、とても良かったです。SS に入るときに3位だっていうのは知ってたんですか？いや、知らなかったんですけど、こう周りに言われて、急にプレッシャー感じて、で自分がこうなんかやってしまうミスを絶対にやらんとこうと思ったら、逆の効果が起こってしまって、で、9セクションも、まあ、5点やったし、10セクションも5点だったんですけど、けど他の内容的には、まあ、僕はあんまり良くなかったんですけど、すごいやっぱり安定して今回は走れたなっていう気がしたんで、あとは応援が結構力になりました。やっぱヨーロッパ効果でしょうか？いや、あると思います。なんかやっぱりこう周りのみんながすごい落ち着いて走ってる、日本のライダーも落ち着いて走ってるんですけど、それ以上に落ち着いて走ってるんで、それをなんか影響を受けたのか、僕もすごい落ち着いて走れたんで、このままその海外ライダーと同じ走りをして、まあ、3位をキープしたいです。じゃあこの勢いで、はい、行きたいですね。いやけど、まあ、このままじゃ終わらないと思うんで、けど小川さんたちの追いつくにはもっと頑張らないとダメなんで頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。